ドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイも、第100回目パート100ですよ。こんなになってしまった。はい。前回破壊神シドウを倒して、まあ、このね友達のシドウを取り戻すことができました。でシドウも言うね、ビルダーとしてものづくりができるなり、まあ、それで作ってくれたねあの薬草で鍋も一命を取り留めたわけですけれども、これからね、目覚めたシドウあいつを倒しに行きたいと思います。さあ行こう。なんだこれ、知らない間にはこんな面白いもの作りやがって。今度俺にも運転させろよな。さあやってやろうぜ、カーゴンと化け物をぶっ倒すんだ。行くぞ。おお、生きていたか。増えておれば良いものも、自ら死に来るとは、死にに来るとは水凶なものどもだ。世界がホルム様を見たくはないのか、全てが消えていく音を聞きたくはないのか。聞きたいわけないね、見たくないわけ、見たくないね。よかろう、全てが無に消す前に我が破壊してくれん。しゃシドウがやってくれてる。シドウ強えな。わたたたたた、なんだ、闇のオーラをまとった。なんだと。おう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 、やばいやばいやばい。どうだ、これが破壊神様の真の力だ。ハーゴン、貴様はどうして破壊したいんだ、壊して何がしたいんだ。貴様らのようなゴミクズどもに私の考えは分かるまい。悪かったなゴミクズで。おい、こしゃくな。あのデカブツ、どうやらまだまだ強くなりそうだ。このままじゃまずいぜ。どうにかぶっ倒す方法を考えるんだ。それまで持ちこたえるぞ。ほらよ。おう。なんとか持ち帰ってたんだ。受けれんもん。いや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 、どうだ、そろそろ理解できたか、自分たちの無力さを。ハーゴ、貴様はいいのかよ。全部が滅べば、世界が滅べば全部なくなるんだぜ。貴様のハーゴン教団も、貴様の教えとやらも何もかも。それは当然のこと。私はすでに死んでいるのだ。肉体も夢も愛も信念も全ては無。貴様らは感じるのか、終わりゆく世界の美しさを、消えゆく天地の神々しさを。私は見たい、すべてが滅んだ世界を。そして私も消える。それこそが我が望み。形あるものはいつか壊れる運命。
創造と破壊はいつも対極にあるもの。貴様らには何もできぬ。貴様らには何も変えられぬのだ。俺は見てきた。モンゾーラでも、オッカムルでも、ムーンブルクでも、大樹を作り、バーを作り、城を作り、こいつが何かを作ったから変わったんだ。そして、大樹が壊された時、ペロが石にされた時、大軍が攻めてきた時、みんな変わった。作るのも壊すのも、今ある何かを変えることだ。どっちも同じものだぜ。こしゃくな、黙りおれ。もはやこれまで、破壊神様のお力で塵になるがよい。くそ、ハーゴのやつ、亡霊の癖しやがって。やべ、どうにかあいつらをぶっ倒す方法を考えてくれ。それまでこいつで持ちこたえるぞ。怖いっても効かないんじゃねえ。当たっちゃうもの。受けるね、受けるね。しぶといやつらめ、まだ死ぬ覚悟はできぬのか。これ避けれんの今の。なぜ歯向かう。なぜ神としての運命に滅びの運命に従うのだ。くだらない。どうして自分で決めてもいないことに従わなきゃならないんだ。愚か者め、我々を倒してどうする。またあのくだらぬ世界に戻り物を作るのか。人間の欲は果てしない。作れば作るほどあれも欲しい、これも欲しいとほざき出す。そして結局は全てが壊れる。ならば最初から作らぬ方が良い。それはそれで面白いじゃないか。壊しても壊されてもまた作る。それが俺たちだ。ハゴ、素直になれよ。貴様は生きていた時、何がしたかったんだ。作りたかったんだろう。全てを壊して、自分の理想の世界を。ハゴ、貴様もこいつと変わらない。貴様はこいつと同じだ。私がビルダーと。そんなはずはない。なあハーゴン、悪くはなかったぜ。貴様が作った幻の世界も。貴様がいたから俺は鍋たちに出会えた。この世界があったから物を作れたんだ。ハーゴン、そろそろお別れだ。次に生まれてくるときはいい仲間に出会えよな。ものづくり、くだらなすぎてヘドが出る。だが見事、神を滅ぼせば認めてやろう。仲間の価値を、ものづくりの尊さを。あとはあのデカブスだけだ。あいつに根拠を当てる方法を思いつかないか。お、タイジの力かレーザーに宿った。お、ほう、タイジの力か。モンゾーラで作ってたな。タイジの力ならあいつの闇の力をかき消せるわけだ。よし、さっきの紫の玉をぶっ壊してあいつにレーザーをぶち込んでやろう。あ、玉を壊すのね。田辺、ここから反撃で行こうぜ。俺たちなら必ずやれる。お、あ、急になってる。
これで壊せるんだ。なんだ、強い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 、おいおいおい、よし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 、多少食らうが何となるな。よっしゃ、力を解放。まだまだまだ、うわっ、あいつの今の本気なかなか効くな。やべ、どうにかして防ぐ方法はないか。三鏡バリアが使えるようになった。おお、三鏡バリア、ゴールドにそれさせたやつか。バリアで根拠を弾けるな。よし、赤い光線来たらタイミング合わせてバリアを張れ。あいつの根拠を弾き返してやろうぜ。オッケー、おお、いいぞ。いいね、さらに力を解放した。近い近い近い、チッ、あの野郎、いよいよ本気を出してきやがったな。だがあいつが近づいてきたら逆にチャンスだ。ダメ、あいつに何かすげえのをぶち当ててやろうぜ。みんなでインフォーテルになった。やべ、お前のことだ、そう来ると思ってたぜ。最後はみんなでインフォーがふさわしい。さあ、相手が近づいてきたらみんなでインフォーをぶちかましてやれ。安心しろなべ、俺たちなら必ず勝てる。あいつをぶっ倒してルルたちのところに帰ろうぜ。おっしゃ、いけー。何？タイミング合わなかった。おっと、うっ、だよ、もう一発か。そういう感じね。全ての力を解放した。うわ、いっぱい来るよ。おっしゃ、もう一発。行け行け、くっ、違った、神を殺すか。違うな、ぶっ壊すんだ。新しい世界を作るために行くぞ、ナベ。
お、神の力を取り返した。おお、終わったな。俺の体に力がみなぎってやがる。これが神の力ってやつか。さてと、奴らは倒したが、これからどうする。このままじゃ幻の世界は消えちまう。だが分かってるぞ、ナベ。お前のことだ。何か考えがあるんだろ。何を作ってやがるんだ。これは俺用のハンマーってわけか。悪くない。でこれで何をするんだ。ん、詳しい話は帰り道でするだと。もったいつけやがって。よし、それじゃあ一度空っぽ島に帰るとしよう。ルルやあいつらが待ってるぜ。帰ってこれたのかな、ようやく着いたな。やけに暗いが、間違いなく俺たちの島だな。なんだか懐かしいぜ。鍋さん、首藤さん。お、お、帰ってきてくれたんですね。鍋も首藤も無事でよかった。信じていたぞ。誰か無事に帰ってくると。ルルの奴はどこに行った？お？鍋、シド。もう、遅かったじゃない。ルルに心配をかけたなんて、鍋とシドのバカ。悪かったな、ルル。だが、俺もこいつも、この通り元気だぜ。あれ？鍋の顔が締まりのない顔に戻ってる。二人とも仲直りできてみたいね。ところで、シド。あなたしばらく見ないうちに少し黄ばんだんじゃない？ひどい、言い方ひどいな。何？神々しいと言え。どうやら今の俺には、神の力が宿っているらしいんだ。神の力？大丈夫、シド。きっと強く頭を打ったのね。ふルル、どうしましょう。このままじゃ幻の世界が消えちゃいます。きっと私たちも。君たち三人と支店長はもともとこの世界の住人ではない。君たちだけでもなんとか逃げてくれ。大丈夫よ。この二人、何か企んでる顔してるわ。そうでしょ、二人とも。それじゃあ、白石の神殿に行きましょう。やっぱりあそこがふさわしいわ。だったら、ルル、これを使いよ。こんなこともあろうかと用意しておいたんだ。何をこの雑な作り。まさか指導が作ったんじゃないでしょうね。ふっ。まあいいわ。みんな、ルルについてきて。よし、行こう。お、村長。
シードめっちゃ光ってんな。さあさあ、やっと着いたわね。みんなとも話ができた。全くしなかった、ごめん。それで何をするつもりなの。ダメ、シド。一生のお願いっす。俺幻と消えるなんて嫌っすよ。どうにかしてくださいっす。二人なら必ず何とかしてくれるぞ。今までだってずっとそうだったぞ。ああ、もちろんだ。俺と鍋でこれから新しい世界を作る。なんですって？言っただろ？今の俺には神の力が宿ってるって。神の力で、この幻の世界を作り直すんだ。そうすれば何も消えずに済む。そんなすげえことができんのかよ。しかし、指導様。そんなことをすれば、せっかくの神の力を失ってしまうのではないですか。ん？それが何か問題なのか。素晴らしい。それでこそお主だ。それでこそ指導だ。それじゃやるぜ鍋。準備ができたら俺に声かけろよな。いや、すぐやろう。よし鍋、俺たちの力でこの世界を作り直すぞ。これで幻とお別れだ。さあ準備はいいか鍋。そういえばちゃんと言ってなかったよな。約束を果たしてくれて、助けに来てくれて嬉しかったぜ。ありがとな。お前には言いたいことや聞きたいことはまだまだあるが、破壊しかできない俺と、ものづくりしか考えてないお前、悪くないコンビだったよな。そう言うと思ってたぜ。いちいち聞くまでもなかったな。ハーグが言ってやがった。俺は破壊神として世界を壊す運命だって。だがハーゴンは最初にこうも言ってやがった。破壊の神とビルダーが出会ったのも運命だって。運命なんてくだらないが、悪くない運命ってのもあるみたいだな。さあやるぞ鍋。くだらない運命はぶっ壊したんだ。あとは俺たちで新しい世界を作ろうぜ。
うまくいったな。これで世界は消えることはない。ずっとずっとこの島で物を作っていけるぜ。なあナベ、そういえば最初から気になってたんだが、お前の背中のその本、結局何だったんだ？一体何が書いてあるんだよ。おい、ちょっと貸してみろ。お？これがこの本の名前だな。何何？ん？僕がビルダーになったらだと？なんだよこの落書き。でかい木にゴーレムにしろ？へんてこな乗り物もあるぜ。お前まさか、今まで作ってきたもの全部ガキの頃に書いた落書きを見て作ったのか？こいつは恐れ入ったぜ。お前やっぱり根っからの。そして歴史は続いていく。ビルダーたちのものづくりも終わることはない。終わったー。はい。というわけでね、一応これでドラゴンクエストビルダー2破壊神指導と空っぽの島、最終回になります。まだね、クリア後、もっともっと、この空っぽ島を彩っていくような要素があるとは思うんですけれども、まあ、ひとまずね、これでこの実況シリーズの方は、完結させていただきたいと思います。前作ドラゴンクエストビルダーズ1から、さらにパワーアップを遂げたドラゴンクエストビルダーズ2、まあ、そのパワーアップということについてはもう間違いないかなと。はい。まあ、前作では主人公のみがビルダーだった世界だったんですけれども、本作では他のね、人々、そしてなんと魔物までもビルダーにしてしまう。で、なんとね、破壊神さえもビルダーになってしまうというような展開になっておりましたね。まあ、その物を作るという規模も前作でもだいぶパワーアップしてましたし、まだまだね、このゲームにおける可能性は無限大だと思うんですけれども、またね、次回からは新しい実況をしていこうと考えております。はい。まあ、なんかね、いろいろと追加の要素があるみたいなんですけど、まあ、その様子はもしかしたら、ま、撮影会で遊ぶかもしれないしね。まあ、何か面白い発見とかがあれば、また動画にするかもしれませんけれども、また次回からは、新しい動画の方をお待ちいただければと思います。小野田。え？しろ？なるほどね。まあ、クリア後ならやつもあるみたいですよね。お、なんだ。助けてくれ。ああ、やっぱなんかあるんだね。はい。はい、まあ、こんなことですね。一応これで、ドラクエビルダーズ、終わらせていただきたいと思います。本当に楽しかった。パート100ってね、だいぶ長い動画になっちゃったんですけれどもね。いやー、正直ね、まだまだもっと遊びたい気持ちでいっぱいです。絶対まだいろんな要素あるからね。はい。まあ、何か新しい発見とかがあれば、その都度、またね、動画にでもできたらなと思います。というわけで、ドラゴンクエストビルダーズ2、破壊神指導と空っぽの島、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。お疲れ様でした。